紹介します。こちらのストールはまあこれぐらい結構幅広い大きいストールです。でそれを2つにまず幅折ります。で綺麗に、まあ綺麗に畳もうかな。で今ちょうど2つ折りにしてて、この輪が綺麗な方を自分の首の方にかかるようにこうしてね、こんな感じやります。でここ二重になってる下の方をこっちの輪っかに入れます。入れた。でちょっとここから出てきた。でこの出てきた人と残ってる人をまた巻く。ちょっとギュッてやる。そうするとちょっと巻きが複雑に見えて